はい、どうもこんにちは。ボルクセスです。今回は、ヒスガジェットジャパン様から提供いただきました、ヘッドライト MH20 という商品を紹介していきます。メーカー名がこちら、商品分類と型番もこちらに記載があります。側面には、バーコードが貼られているぐらいで、特に記載がなくてですね、背面に商品の説明ですね、が英語で書かれてあります。 それでは開封していきます。で今回の,あのヘッドライト MH20 なんですけれどもヘッドライトっていう分類の割には商品箱は小さくてですね中はギリギリに作られてありますヘッドライトがビニール袋に入っていますので取り出しておきましょうでビニール袋は一応なくさないように元の箱に戻しておきます でこちらがヘッドライトですね。こちらがメッセージカード。一応開いておきましょうか。商品内容はこの2点です。まずはメッセージカードなんですけれども、これはいつもと変わりがないので、避けておきます。こちらがヘッドライトですねで。ライトの部分とバッテリーケースが柔らかいベルトで接続されていまして、 伸縮性は高く感じましたね。側面のケーブルは電源供給用のケーブルになってますで。それぞれのバンドは長さの調節もできます。で、この一番後ろにあるのがバッテリーケースになってまして、バッテリーはこちらからではなくてですね、後頭部に当たるこの部分に蓋がありますので、これを剥ぐことによって、え単4の電池ですね。 3本で駆動するバッテリーケースが出てきます電池自体は今回の商品の中に入っていないので単用の電池を3つ持ってきましたでバッテリーケースの中にですね入れる方向が書いてありますのでそれに従って電池を入れていきます 電池はスムーズに入るので、工作精度は問題ないと思いますね。電池を入れたら、再度、蓋を閉めておきます。じゃあ、何かの表示に出ていくかもしれないので、必ず蓋をしておきましょう。無事、電池を入れることができたら、もうライトを点灯できる状態になっています。であの好みの 長さにですね、バンドを調整して頭の上につけたら、えー、ここのボタンでライトを点灯させることができますでこの2つがモーションセンサーですねでここではライトを一応点灯させずに構造を先に見ていきますで先端のこの部分はおよそ90度ぐらい傾けるようになってまして後ろのこの溝みたいな部分で固定ができるようになってますからある程度の角度で固定ができるようになってまして振っても動くことはありません ここからはライトの機能について案内していきます。ライトを点灯させるボタンは2種類ありまして、こちらが常時点灯モード、こちらがモーションセンサーモードになってます。で、この上部のボタンを押すと、強いライト、弱いライト、点滅するライトの3つのモードから選択できます。でそれぞれ一度押すたびに順番に切り替わっていきますので、状況に応じて選択してみましょう。 続いて案内するのがモーションセンサーモードです。側面のこのボタンを一度押すと、モーションセンサーが有効になります。で今、正面に見える2つの LED みたいな、こちらですね。これがモーションセンサーになってまして、この2つを遮ると、点灯したり、消灯したりする設計になってます。で片方ずつ遮っても反応しません。両方をこのように遮ると、 スイッチがオンオフする形になってます電源を切ればもう反応しなくなりますね今回の動画レビューはここまでになりますまたブログに商品の内容をまとめていますのでもしよろしければ説明文のリンクよりご覧くださいブログ内の画像はクリックすることで拡大できるようにしています 最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、ゲームに関する動画をほぼ毎日公開しています。ぜひ、画面上のボタンからチャンネル登録をお願いします。画面上にボタンが表示されない場合には、動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ボロクスでした。